渋沢光40周年記念作品。新しき世の始まりぞ。散りゆく定めなら狂い咲け時の花、儚き夢の果て駆け上がれ。この命を捧げ愛する人を守り、この命を懸けて燃え上がれ。自ら考え行動する生きた武将、リアルな戦国を体感せよ。土地を奪い土地を与える知行、勝ち取った土地を家臣に与える知行政。家臣は自らの判断で土地を発展させる。誰にどの土地を任せるかが勢力拡大の鍵を握る。自分だけの戦略を展開、制作、特製、楽市楽座、南蛮保護といった勢力発展の基礎となる制作、策謀、修繕など個々の武将が持つ特性。任されました、やりました。勢力の制作、武将の特性、この組み合わせによる戦略の幅はまさに無限大。問われる戦略が東軍、大軍で戦える大道、将軍に有利な小道。自軍の状況を把握し最適なルートを選択。大勢力は大勢力、小勢力は小勢力の戦い方で敵を撃て。自らの意思で動く家臣と共に合戦。勝利のため、功名のため、戦場に交錯するそれぞれの思惑。刻一刻と変化する戦況を見極め、采配を振るえ。信長の野望、神聖。いざ天下を神聖せよ。